一見絵画に見えるこの作品、実は全て絹糸で縫い上げられた刺繍絵画です。流れ落ちる滝の迫力を、染め分けた絹糸を使い、わずか1センチほどの直線を繰り返し縫うことで表現しています。膨大な手間と超絶技巧、刺繍絵画は明治から大正にかけて制作された日本が世界に誇る美術工芸品です。刺繍絵画の誕生は明治の京都。明治維新以降、京都の商人たちは訪れる外国人が染色品を好んで購入することに注目。次第に刺繍絵画を施したついたてや壁掛けなど室内装飾品の輸出に力を注ぐようになります。そして世界各国の万国博覧会に出品され、多数の賞を受賞。ついには日本の輸出品の主力製品となりました。刺繍絵画発展の立役者の一人が高島屋の当主飯田新七。画期的だったのは刺繍絵画の下絵を日本画家に依頼したこと。河野梅玲や竹内栖鳳など画壇を代表する画家たちが動植物や風景を高度な写実性で表した絵を提供したのです。今にも動き出しそうなライオンの表情が印象的な獅子図。下絵を制作したのは日本画家上坂松濤。この下絵をもとに腕利きの縫い師が縫い上げました。日本画の自在な線を糸で表現するため、針目をずらし、わずかに角度を変えながら糸を通す。こうした作業を繰り返します。そして、絵とは異なる独特の立体感を生み出しました。刺繍絵画は、日本画家と縫い師の共同作業が作り出した新たな美の世界でした。明治から大正にかけて作られた作品はほとんど輸出され、現在日本で見られる機会は稀です。高島屋資料館、清水三年坂美術館、地層、青木刺繍などから名品が集結。超絶技巧で描く孤高の美意識、刺繍絵画の世界展、日本橋高島屋、京都高島屋で開催。